お願いします。ハロー、ハロー、 please calm down, it's forward, please calm down, it's forward, hello.I'm fine. さっきからハローとファインさん言ってる。よし。ハロー。ハロー。マイカホー。さあ、ちょ、音源さ、借りていいこっち。これがで。待って、俺線忘れたわです。あ、線は。はは。皆さん後ろ、自転車来てます。皆さんお気をつけくださいませ。通りすがりました。皆さん気をつけてください。よし、なんかHello How are you? あ、ごめん、まず食べながら絶対に食べながら皆さんぜひこちらぜひともフライヤー取ってってください。何日だっけ、3月の29、なずなと僕、ライブ出ますので、ぜひどうもありがとうございます。これ一枚一枚回していって取っていただければと思います。皆さんぜひともゲット。なんだこれ、あれ OK ですか、仕事してくれてるの。ありがとう。じゃあ歌おうかな。皆さんということで、今から、路上を始めます。皆さんぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。よし、じゃあさあどうしようかな、何にしようかな、決めてないんかい。そうだな、ブラインディングは後の方。おい、いやいや、有名なブラインディングは後の方。あー、後に撮ってみましょうか。いや、何回も歌ってくれてもいいよ。嬉しい、皆さんありがとう、温かいです、今日もほんま。よし、夏田もベイグリー何回も歌うかもやし。そう。もう、まあ、妥当でいきますか。ちょっと、オケチェックしますね。はっはっは。これ。いや、これ。やり方よう分からへん。合ってるかな。なぜなの。はは。これ、合ってる？合ってんの？ああ、なるほど。今日これ、じゃあ、いっか。iPhone 踏みそうで怖い。じゃあ、開けた。どうしよう。Day
僕を見つめて、ただ一人守るだけの強さが僕にもあると、その名は Oh baby、 君を君だけは守りたい、この場に来てくれる君、君を愛するため僕は生まれてきたよ、花束の代わりにメロディーを抱きしめるか、僕を見つめて、 Oh, もう誰にも僕を語らせはしない、19歳でシンガーソングライター&トラックメーカーしてます。ぜひ皆さん目の前に来て、はい、見に来てくださったら大変嬉しいです。ぜひ、あともう一人僕の、もう一人19歳で天才的なシンガーのナズナがいるので、ぜひとも、今日見に来てほしいなと思います。コラボライブになっております。ぜひともよろしくお願いします。あ、ぜひここにインスタグラムとTikTok と X の、プロフィール、ありますので、ぜひ、撮っていただけたらいいかなと思います。ぜひよろしくお願いします。でかいちょっと先を俺が、うん、いいよ、
ちょっとやばいじゃん。コロコロって言っていったら終わり。スピーカースピーカーもうちょっと前のがいいんちゃう。ラズナのスピーカーもうちょっと前のがいいんちゃう。もうちょっと前のがいいんちゃう。大丈夫大丈夫大丈夫。はいはいはい。はい、歌います。上からも見てもうてんの気持ちいいな、うん、反応はなかったは、へいへい、はは、へいへい、ナズナです。カメラの下お願いします。I hope a place in your heart.
19歳のナズナって言います。よかったら見えるわけないか、あ、英語喋れたらよかったバイバイみんな、行っちゃった。ナズナって言いますよかったらローマ字でナズナアンダーバーシングで、インスタグラム、TikTok、Twitter、YouTube 全部出てくるので、フォローだけでもしてやってください、お願いします。何？ジャンケンする？なんか容量あるよね。2曲目、あ、歌う？こっからに回す？あ、あ、じゃあもう1曲、ちょっともう1曲、はい、のみさん、なずなさんの歌声をぜひもう1曲聴いてくださいお願いします。どっかで2人で歌う？あ、そうやな、それはさせよう。うん、はい、まずぜひ下降りてきてね、ぜひとも来てください、下によろしくお願いします。はい、1曲だけ歌うね。You
一個書くと交代交代で当たってるんですけど、まだまだやると思うのでよかったら、前に SNS あるんですけど、ナズナアンダーバーシングで何でも SNS 出てくるので、記念にフォローだけでもして帰ってください。お願いします。ありがとうございました。交代。チェンジ。あああありがとうございます。まだよくある。じゃあさあ次は変わりまして一に光と書いて一光と申します。19歳でシンガーソングライター&トラックメーカーしてます。ぜひ、最後ら辺にはお互いオリジナル曲もやるので、ぜひそこまで、そこまでとはさすがに言えないけど、ぜひぜひ聴いててほしいです。はい、もしよかったら、1曲だけでも、あの1秒だけでもここ立っていただいたらもう嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。よし、さあってことで、やっぱしっとりした感じがいいよね。皆さん多分しっとりした感じがお好みですかと思うので、ああよかった、嬉しい、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。僕もしっとりした感じ、好きですよということで、またしっとりした感じやらせていただきます。そうね、いや皆さんどう、皆さん遠くから来た人とかいるんかな、遠くから聞いてくださってる人とか、本当にありがとうございます。もうじゃあこの歌はまあよし、じゃあ皆さん、ぜひここめっちゃ近いんですけども、ライブのフライヤーと、あこっち側には僕のインスタグラムとかツイッターのプロフィールと、こっち側にはナズナの、プロフィールとかもありますので、ぜひ前まで来て、もう遠慮なくもうどしどし撮ってやってください。よろしくお願いします。もしよかったらなんか回してくれたりしても嬉しいので、ぜひお願いします。それじゃあ、回せる、これもしよかったらいける。すいません、ありがとうございます。名刺、皆さん名刺1枚でも撮っていってください。ありがとうございます。皆さんよかったらぜひとも、ありがとうございます。じゃあちょっと僕MC すんごい長いんですけども、もう歌います。よろしくお願いしますってことで、川崎隆さんの魔法の絨毯。ぜひ前とか来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。君が仮にどんな恋を重ねてさ、どんな人と笑い合ったか、一人で考えて勝手にへこんで眠れない夜を過ごしてさ、仮に雨が降ってびしょ濡れになって、もう僕が迎えに行くから、笑って泣いて見つめ合って、抱きしめ合って愛し合って、日々のように魔法のランクから出て笑わせるよ、魔法は使えない
けど、お金もないし力もないし地位も名誉もないけど、君のことを守りたいんだ。嵐のように頬の状態で迎えに行くよ、魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉もないけど、君のことを慈悲のように魔法のラックから出て笑わせるよ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉も何もない、だけど君を守りたいな。ありがとうございます。魔法の絨毯でした。川崎隆さんの魔法絨毯でした。ありがとう。よし、さあちょくちょくまた挟んでまいります。19歳の、一行と、ナズナの、コラボ路上ライブをしています。ぜひよかったら下まで応援に行って、聞いてくれたら嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ってことで、いや一旦ちょっと2曲交代でやってるんですけども、もう1曲歌います。皆さんぜひ上にいる方はぜひ下に降りていただけたら最高に嬉しいです。インスタグラムは、インスタグラム、TikTok、Twitter、全部、今から言うので皆さん、ぜひ聞いてください。IKKO016 アンダーバー SING と、検索していただければ、インスタグラム、TikTok、Twitter 出てくるかなと思うのでぜひよろしくお願いします。水飲みます。川の水は飲みません。皆さん気をつけてくださいね。ありがとうございます。上で聞いてくれてもありがとうございます。じゃあ手振ってみよう。お、めっちゃ返してくれる。嬉しい。ありがとうございます。もうそこまで返してくれたらもう下降りてきてよ。ありがとうございます。ぜひ下に降りてきてここでも聞いてください。よろしくお願いします。よし、さあヘッドちょっとすいません。これ今なずなさんに携帯を借りてるんですが、あ、いけた。さあどうしようかな。どうしようかな。よし、ちょっと今選曲中なので皆さん少々お待ちくださいまし。あれ、ちょっと待って、あれやばい、あの曲の名前が出てこへんくなってる。俺の記憶、さっきのマジめっちゃ数秒前まで出てたのな。あれあれ、なんて曲やあれ。違う、惜しい、けどそんな感じの、366日ありました。これちょっと待って、これキーなんぼ元気かなこれ。ちょっと待って、僕さすがにキー下げちゃおうかな。皆さん、やっほー来てねーした。ぜひちょっと待って、これキー合ってる、低すぎ、低いちょっと待って、めっちゃ低い。いけるかも、このキーかな。え、ちょっともう今もう不安定なんですか。それでもいい、低くね、やっぱり。それでもいいと思う。以上、みんなもう一回やって。やっぱ大きい、低い、絶対低いもん。え、ありがとう。ちょっと待って、あ、間違ってリプレイ押しちゃった。テイクス、ちょっと待って。よしよしよし、
どれ？あ、これ、これ？何これ？あ、あったあった。ありがとう。え、これ。え、これいけるかな？え、これでもう一回同じ音源出てきた。ちょっと皆さんごめんなさい。もうテイク3あるから。覚悟してよ。あ、大丈夫そうじゃない？ありがとう。皆さんありがとうございます。ぜひフライヤーとか前にあると買ってやってください。ありがとう。Thank you。19歳シンガーソングライターの一頭です。一に光と書いていくのでぜひ、インスタグラム、SNS チェックしてください。よろしくお願いします。ありがとう。僕はいくらい覚えてるの、あなたの匂いや仕草や全てを、おかしいでしょそう言って笑ってよ。離れているのにあな
の言葉かりあなたは私の中の忘れられぬ人全て捧げた人もう二度と戻れなくても今はただあなたあなたのことだけであなたのことばかり ありがとうございます。それでは続きまして、ナズナに、変わろうと思います。じゃあナズナさんどこですか。あ、来たよし、それでは続いて今コラボライブなのでぜひ聴いていってください。よろしくお願いします。ぜひフライヤー、インスタグラムとかもチェックしていただけたらいいんですけど、ここにフライヤー今日も持ってきてるので、なずなと一個の、コラボでライブするので、ぜひ3月の29日、指名会館、ぜひ皆さん待ってますので、よろしくお願いいたします。指名会館って呼ばれる。そう、指名会館。え、なんて呼んでた？さっき紫なんちゃら言うてたよ。どこやねん、言う話で。読めへんかったよ。いや、わかる。え、けど俺はなんかちょっとわかってた。あんな簡単な文字二つ並べるの読めない。悔しいよ。あ、ちょっと加わった。おお、羽打っちゃってるわね。大丈夫ですか？皆さん、よろしくお願いいたします。よし。変わりました。じゃあ、俺はフライヤーとかちょっと配ってみましょう。やってみて。ということで、あ、行きましょう。ありがとうございます。 AS コレクションさんのエクセクの使用できるさん、変わりました。19歳のナズナって言います。よかったら聞いて帰ってください。お願いします。僕の代わり映えのない日々に花
届いてないラブソング、ダメだまた考えてる君のことばかり、上げすぎて、謎上げすぎた。ありがとうございます。19歳のナズナって言います。よかったら今1個男を対番号で歌ってるので、少しだけでもいいので聴いてくだされた嬉しいです。かわいい。久しぶりの京都もいいな。いいよいいよ、まずもう1曲。な急に決まったんけど一個やっぱ本にする。急に決まったんですけど一個と、もともと急に、はい、決まりましたね、うん、はい、もともとさ梅田で今日5時からソロでやるって言ってるけど、ね、その予定を、みんなありがとう、京都まで来てくれた、ありがとうございます。皆さんお金を使ってまで、大阪の方が多いからさ、やっぱ、あ、そう、京都いいとこだよね。いい街。皆さん京都いい街ですが、どうですか？多分分からない。英語で言わない。私らの地元京都って2人とも。やのに大阪でやること多いな。もうほぼ大阪やけど。
はもう1曲歌わせていただきます。はい、ということで、僕はマイク切りまーすあ、いや嬉しい、なんか手振ってくれるのって嬉しいよね。じゃあ目の前のみんなを振っとこ、あ、ありがとう、ありがとう、ありがとうもう今日いい夢見れますよかった、ということで、もう一曲歌います。アンドロップさんの光、聴いてください。自己肯定感上がりそうよ
大丈夫大丈夫ありがとう。二人で歌うなんか、はい、なんか歌いますか。ちょっと 何歌える。ちょっとマイク下げろ。よし、なんか歌おう。何歌おう。ちょっと待って、結構リバーブかけないな。あ、え、これぐらい。なぜならリバーブ、うん、うわ、すげえ、めっちゃリバーブ。皆さん、これがリバーブという名のエコーです。あ、あ、は、は、もうちょい下げる、やっぱり。は、あ、これぐらいがいい。ほんま、あ、ほんま、すごいね。じゃあごめん、もうちょい上げる。はい、は、はははははは、は、こっちほんまにさ、うん、一個だと歌わせたらもう、うん、何よ初めてよね。いや、初めて、ほんまに。俺年組やのに、ね、一個だけ唯一絡みやすい、ね、絡むは濃いやん。でも曲の話しかしない。そう、そうやな、確かにそれはな。今日もな、うん、はい、どんな曲これ。おーおーおー、なんか、いや、これでいこう。これ、もうこれでいこう。よしよしよし、これよしよし、これこれこれ、え、怖っ。あ、これ、ほんまに音源どっちから。オッケー、例えば今君がその瞳濡らしていたとしても呼ぶ声も聞こえない日々の空を溶かすよ。君との日々は記憶の中にじむく、何かを求めれば何かがこぼれ落ちてく、そんなこの世界で春の風を待つ。19歳の一行と19歳のナズナです。ぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いいたします。忘れないよ。
ありがとうございます。ありがとう。普段は別々に活動してるんですけど、はい、19歳のナズナと19歳のイコーです。よろしくお願いします。ぜひインスタとか TikTok とか皆さんナズナの、インスタも僕のインスタもぜひフォローしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、はい、イエイ。なんか歌う曲、はい、どうしよう、まだ決めてなかったっす。会場とか行ける？待って、当たる。元気？うん、いける？うん、あるじゃあ皆さんちょっとずつ体も頭もうちょっと寒いので皆さんちょっと温めましょうぜ。行きましょう。ちょっとバウンディさんの会場に花を歌ってください。よろしくお願いします。思い出すのは君の歌帰るよ。でも全米でどこに行ってしまったの。いつも探すんだよ。思い出すのは君の歌歌わない顔が鮮明だ。君に似合うんだよ。ずっと見ていたいよ。でも最後に見たいのはきっともう君の夢の中。もう一度また聞かせてくれよ。聞きたいな。もっと騒げ怪獣の歌。まだ消えない夢の歌唱えて。いっそ歌う怪獣の口ずさんでしまうよ。思い出すのは君がいた来てもてる。君がいた忘れられないんだよ。だから僕が叶うよ。でも最後に見たいのはきっともう君の夢の中。もう一度また聞かせてくれよ。聞きたいんだ。もっと騒げ怪獣の歌。まだ消えない夢の歌唱えて。君がいつも歌う怪獣の歌。まだ消えない口ずさんでしまうよ。落ちてく過去は鮮明で見せない。皆さんも行きますかね。落ちてく過去は鮮明で見せない。未来は繊細で過ぎてく日々にはどんかな君へ。でもちょっと騒げ怪獣の歌。まだ消えない夢の歌唱え。眠らない夜をまた伸ばして眠れないまで
これちょっと盛り上げたいなと。やりたい方がいいよね。はい、皆さん行けますか。だってな。え？足の歌詞操作に出る。バウンディさんごめんなさい。バウンディされなくてもうみんなに謝って。皆さんもごめんなさい。めっちゃ楽しかったよ。よかったよ。一個。皆さんテンションごめんなさい。素晴らしい。ごめんなさい。何のプラネタリウム？プラネタリウム行ってって、あの二人でプラネタリウム行けって話じゃないの？違う。いや。あ、違う人。行けたいよ君のところへ。ですか？じゃない。今すぐ駆けるえ、どうする？あと1曲歌ってオリジナル歌う？はい、そうしましょう。あと1曲？あと1曲何歌う？え、何歌う？一緒に歌うの？いや、よっぽいよな。違う、そういう意味じゃない。失礼な。じゃあ、俺の日本語がほんまにごめんなさい。ごめんなさい、ほんまに。そういうつもり全くないの。ほんま全くないの、ほんまに。天で歌える？俺死ぬな。あ、死ぬって。ジュピターは JK ちゃんの曲だ。リトルも俺遅れてるな時代。あんたが歌える曲を教えて。あんたが歌える曲？あ、なんか見せられてる。あ、無理俺の声終わるで。1秒だけか。ちょっと待ってよ。待って、どうしようかな。これいつも路上で今年初やね。これじゃあカラオケとかカラオケ、アイドルなんかリクエスト。え、怖い。アイドル無理。リクエストとかそうだな。アントレタイスとか シミシューとか。そうよね。何来てんの？無理。ありがとうございます。考えるわ。栄光の架け橋。あ、無理。おー、すごい。じゃあね、何しようかな。考えよう。あ、あれは？さあどうしよう。皆さんどうしようかな。一緒に歌うのがなかった。ひまわりの約束。どう歌う？しんみり。しんみり。あ、いいよ。しんみり。絶対何歌う？何を聞く？いつも。何を聞く？もういろいろ聞きすぎてわかんない。携帯のプレイリストにして。俺全部洋楽。二人で歌うの。ありがとうございました。もう別で行こう。欲望に満ちたすごいね。無理やで。じゃあワンオクロックさん。